皆さんこんにちは。伊藤塾講師の藤田です。今回はですね、受験生の皆さんへ向けて応援動画という形で、少し私の方からメッセージを送らせていただきたいと思います。えま試験がま直前に近づいてきていますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。あのご自身の立てた計画通りに勉強が進められている方もいらっしゃると思うんですね。 で、そういった方については、もう今の勢いのまま、試験の本番まで、本当に駆け抜けていっていただきたいんですよ。で、ある種、まあ、私としては、まあ、そのような方々については、あまり心配していないんですよね。で、問題は、あの、今現在ですね、なかなか勉強が手につかなくなってきてしまっている方がいらっしゃると思うんですね。そのような方々へ向けて、私としては、ああ少しメッセージをお伝えしたいと考えています。なぜ、まあ今、 あの、試験が直前に近づいてきているにもかかわらず、まあ、勉強は手につかなくなってきてしまっているのかというまあ理由があると思うんですけれども、まあ、これは本当に私の経験を踏まえてお伝えするんですが、おそらくですね、皆さん多分ご自身が立てられた勉強計画があると思うんですけれども、その勉強計画がですね、少し自分の許容範囲を超えた計画を立ててしまっているのかなと思うんですね。要するにちょっと目標設定が高いのかなと思うんですよ。で、 高い目標設定にしてしまうと、どうしても日々の勉強で達成感が得られないですよね。で、達成感が得られないと、どうしても勉強のモチベーションが下がってきてしまうんですよね。で、あの、試験やっぱり近づいてくると、すごく焦るじゃないですか。例えば、今まで気にならなかった知識とかも、 あこれ本番で聞かれたらどうしようというふうに考えてしまうのでもうこの知識も抑えなきゃこの知識も抑えなきゃでこの判例も抑えなきゃこの条文も抑えなきゃというふうにどん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 その直前になればなるほど手を広げたくなってくるんですよ。だけどそういうふうに勉強してしまうとなかなかうまくいかないと思うんですね。 なので、そこの点を少し修正していただく必要があると思います。まあ、どのように修正するのかということなんですが、まあ、簡単に言えばその勉強の計画を立て直すということなんですけれども、まずはですね、その昨日までにやり残した勉強がありますよね。そのやり残した勉強については、もう一旦忘れてしまうと。もうリセットしてしまうということですね。それが大事だと思います。で 今、この場からですね、そのこの動画を見終わった瞬間から試験の本番までにできることを自分なりに考えて、もう一度計画を立て直すということが非常に大事だと思います。で、その計画については、まあ実現可能な計画を立てるということが大事なんですけれども、まあ何をもってして実現可能な計画というかは、やはり人それぞれ違うんですよね。 だから私の方から一概にお伝えすることは難しいんですけれども、まあ例えば本当に専業受験生の方ですとか、働きながら勉強されている方、あとは主婦の方で家事などの合間に勉強されている方もいらっしゃると思うんですよね。なので、ご自身の生活に合った、周りがどうかではなくて、ご自身が実現可能な計画をしっかりと立てていくということが大事だと思います。まあ、具体例を挙げさせていただくと、例えばですね、じゃあまあ一の問題を、 一日じゃあ20問解こうというふうな計画を立てるとして、その際にですね、ある一定の科目だけ、例えば行政法だけ20問解こうというのではなくって、例えば行政法10問、民法10問で計20問解こうというふうに、触れない科目を極力まあ少なくした方が、試験本番へ向けての,あの精神衛生上はいいのかなと思います。試験は近づいてきているんですけれども、まだ時間はあるんですよね。で、この直前期というのは本当に あの、受験生の皆さんの力が一番伸びる時期なので、時間を無駄にしてほしくないんですよ。ただ、あの、一番力が伸びる時期なんですけど、一番辛い時期でもあるんですよね。それはもう、私自身もものすごく痛感しているので、なかなかこれ以上、その、頑張ってくれというのは言いにくいんですけど、ただ、ここを耐え、 で乗り越えることによってやはり試験の合格という結果が得られると思うので、何とかそこは歯を食いしばってあの進んでいただきたいと思います。はい、ではですね、私からの応援動画としてのメッセージはこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。